どうもシャーペンです。今回は現在開催中の推しの子コラボなんですけども、かなり今回人によってその与えるキャラクターの評価ってのは分かれてそうですね。で、僕の最終考察に関しては、まあ、追加情報とか全て発表されたらやることにしてるんで、次回ニュース以降のまあ、おそらく週末になるんですけども、まあ、そこでまた詳しくまとめるんですけども、ただ一個ここで触れることで言うと、まあ、スペック評価をするんだったらやっぱりルビーってのはめちゃくちゃ強いなと思いましたね。で、そしてこのスペック評価の要因っていうとこのアビリティとか SS があるんですけども、まあ、注目は加速友情でありまして、これ僕単純に好きだからってのもあるんですけども、まあ、コラボで加速友情持ってるキャラクターって大体強かったなぁと思い始めたので、今回はもう検証ですね。これまで開催されたコラボガチャで加速友情を持っている星6キャラクターをまとめていこうかなと思います。で、その降臨キャラクター伏黒杜氏とか、あと加速エース、この昔のキャラクターなんですけども、キエとかですね、この辺は対象外としてはまあ星6キャラクターですねをまとめて、まあ本当に強かったのかってのを検証していこうかなと思います。まあ、これによってそのね、ルビー引くべきかどうかってのも変わってきそうですね。ということで、実装古い順でご覧ください。どうぞ。まずは2019年11月のハンターハンターコラボ第2弾で重心化実装されたクラピカ。このキャラといったらやっぱり SS でありまして、文面としては一定期間エンペラタイムとしか書いてないんですけども、まあ、ここに高倍率のブーストだったり、まあ、オールアンチ効果だったりと満載の効果が詰まっていて、しかもこれに加速友情のサポートもあったので、まあ、高い汎用性ってのは持ち味でありまして、で、当時の高難度コンテンツだった近畿の極では一つどころかも複数のクエストを破壊しつつ、しかもそこから長期的に活躍の幅を広げておりまして、これ以前動画で紹介したんですけども、もう伝説コラボキャラクターの一体じゃないかなと思いますね。まあ、実際この辺から加速ありがたいなと思い始めたような気がしますね。2体目が2020年5月のエヴァンゲリオンコラボで重心化が実装されたアスカウリエル。当時はそのアミナの進化とギミック体を被っていたので、なんか仕事本じゃないかなと言われていたんですけども、まあ、その明確な鉄製骨を、まあ、超絶の除化ぐらいにはとどまっているんですけども、この SS がまあ号令で火力を出しつつ、まあ、ブーストの効果もかけられるっていう、まあ、これははじめとしてポテンシャル高い感じはあって、なんか隠れ強キャラポジションではないかとは言えましたね。で、僕持ってなかったんですけども結構欲しかったなっていう、使いたい場面っていうのはいくつかありましたね。で、3体目も同じくエヴァンゲリオンコラボからカオル・ルシファー。ルシファーの進化をベースとしつつ、まあ、第5例 SS は短縮できてある程度の追撃火力も存在しているっていう、で、機動力も高くて SS も短縮しやすいっていうのが持ち味でしたね。で、主な起用の機会としてはその未開の大地の前半階層で活躍していたなっていう印象が強いですね。4体目が2020年9月の僕のヒーローアカデミアコラボで実装されたヤオヨロズ・モモ。自身の火力は乏しいんですけども、加速友情に加えてウォールボムによる誘発性能も相まってサポーターとしての働きができつつ、さらに当時まだ発展途上だった、まあ、原則壁に対応していたんで、パーティーの穴を埋めるような活躍、まあ、明確な仕事は、まあ、あの控えの冒険戦とかティファレットぐらいではあったんですけども、まあ、一応便利枠として起用されてた印象は強いですね。5体目が2020年11月の7つの滞在コラボで実装されたエリザベス。こちらはヤオヨルズモモよりもさらにサポート性能を重視しておりまして、もう火力に関してはもうほぼ捨ててますからね。超アビもキラーもなくて、マイスイも無印で、まあ、火力出さないんですけども、その分1体編成することで、まあ、この安定した回復、まあ、SS の効果もまたこれ満載ですからね。で、加速できるよということで、他3体はもう完全火力に特化できるっていう、こういうキャラクターって結構評価を分かれる印象あるんですけど、僕はこれ好きなんですよね。一体刺したいなっていう、艦隊編成よりもこういうキャラクターを組み込みたいタイプなんで、何回か使った覚えはありますね。6体目が2021年10月のリゼロから始めで世界生活コラボで実装されたラム。加速友情に加えて割合効果のある SS を持っておりまして、この組み合わせはこの後紹介するキャラクターもいくつかいるんですけども、まあ、かなり長生きをするっていう、今後どんだけ敵の HP が増えた場合でも絶対にこのパーセンテージは削るよってことなんで、まあ、インフレに対応できますし、で、加速友情に関してもまあモンストのシステム上ずっと強いと思うんで、この組み合わせはもう長生きをすることになってますね。で、実際その当時はそのレムに注目いっていたんですけども、まあ、そこから長生きをしていって未開の大地でちょこちょこ顔出すって存在な印象が強いですね。7体目が2021年11月のシャーマンキングコラボで実装された朝倉陽。こちらラムと同じく加速友情と割合 SS の長生きセットになっているんですけども、これが両方とも高水準でありまして、まあ、加速友情に関しては友情コンボかける2なので2回出すことができる。で、割合 SS はボス必中に加えて、まあ、特殊な仕様によって、まあ、条件さえ噛み合ったら 100% を超えることがあるっていう高いパーセンテージが持ち味でありまして、この仕様の SS は未だに唯一無二ですし、まあ、2021年に実装されたキャラクターとは思えないほどのスペックになってますね。今発表されてもギリ驚けるぐらいだと思ってますね、僕は。ただそのこのクエストにおいて絶対朝倉陽が必要ってものはなかったと思うんですけども、まあ、その至る便利っていうその枠としては多分最強だと思ってますね。これが影響しても動画で僕何回紹介したんだってなってますけども、いや、もうずっと好きですね。これもその加速友情が好きになった要因だなっていう。8体目が2022年2月のワールドトリガーコラボ
ボ第2弾で会が実装された久我祐馬、これかなりコンセプトがはっきりしておりまして、まず加速友情で味方を走らせることができて、でしかもその触れた味方の友情をコピーできるんですけども、それに友情ブーストの倍率を乗っけられるんで強化して放てるっていう。なのでこれによって引っ張り系強友情キャラクターとの相性抜群だったって。で当時はまあネオでしたけども、今だとまあ政宗と含んでもいいですし、しかも道中はこのコピーした友情コンボで攻略をしていって、でそしてボス戦入ったらこの SS ボス必中追撃効果になってるんですけども、これで飛ばすっていうこの流れ完璧なんですよね。ただちょっと今の環境的に直殴り SS よりも割合 SS の方が優秀なんで、ちょっと活躍の機会は減っているんですけども、いやまあ綺麗な性能だなといつ見ても思いますね。9体目も同じくワールドトリガーコラボ第2弾で実装された木崎レイジ、主要3種のギミック対応に、まあ2種の超アビリティとかキラーはもうこれ汎用火力強化要素ですし、まあそれに回復 M で SS のこの追撃に関してはまあおまけ程度ではあるんですけども、自強化倍率が高いんで直殴りで火力を出しやすくなっているっていう、これに友情火力もあって加速友情になっているんで、性能としてはもちろんのこと、まあ2022年は本当になんかいろいろ仕事もらってたなっていう、絶級クエストから近畿未開天魔もありましたし、まさにオールラウンダーにふさわしい活躍をしていたキャラクターですね。10体目が2022年5月のスパイファミリーコラボで実装されたアーニャ、加速友情に加えてまあバウンドチャージとかこの SS の効果からまあサポートに特化してる性能でありまして、でキラーとかはないんで火力を捨ててるかと思いきや、まあ一応この超バランス型で、あと SS の効果に防御ランデバフもあるんで、まあ、エリザベスとかは違っても最低限の火力は出せるようになってますね。ただちょっとどうしても気になるのは仕事が来ない、2年以上経過してもね目立ったところは先に2回来ましたけども、あそこもまだがっつりではないと思うんで、まあ、光属性ダメを転送壁ルートが未だに来ないってのもありますけども、まあでもこれ考えてみたら、ちょっと初回テスト戦にしたらスペック高いってのもあるんですかね。しっかり見返してみるとやってることはやばいんで、それが理由になってるかもしれないですね。11体目が2022年10月の魔法少女マドカマリカコラボで実装されたカナメマドカ、転送壁を含む豊富な4種のギミックに対応しておりまして、まあ実装時はその砲撃型の形態がかなり目立っていたんですけども、まあインフレによってやっぱ砲撃型の形態ってのはちょっと長生きしづらい傾向あって、しかも現環境ではこちらの形態が天魔にの鉄製になったので、今注目されているのはこちらじゃないかなと思いますね。まあ転送壁の時代も始まりましたし、ちょこちょこ使われていくかもしれない。12体目が2022年12月のまあリゼロのクリスマスコラボで実装されたラムアルファ、これは元のラムを模した加速友情と割合 SS のセットに加えて攻守を強化する優秀なアビリティで、まあ時間長い友情強化、さらにダメ用と地雷に対応しているんで、まあ、ある程度無理やり編成できるよっていう、それが強みですね。最悪置いておくだけでもこの友情コンボで火力出して味方走らせて、で割合 SS 無理当てるっていう、そういう流れもできますし、結構救世主となった場面はあったんじゃないかなと思います。13体目が2023年1月のガンダムシリーズコラボで実装された平山と、加速友情と割合 SS のこれ長いセットがあることに加えて、まあ、この SS が元から14ターンで打てるんですけども、これが短縮できて、しかも割合効果に関しては画面全体なんで安定して火力出せるっていうのは強みですね。で2023年に関しては本当にちょこちょこ顔出す存在になっておりまして、既視感あるなと思っていたらレイジさんでしたね。なんて言えばいいんですかね、まあ、有能ポジションというか2023年のその枠になっていたんじゃないかなと思います。14体目が2023年11月の影の実力者になりたくてコラボで実装されたベータ、キラーとかはないんで火力は乏しいんですけども、この高いスピードに加えてオールアンチとデバフの効果から SS を複数編成時は触れた味方の SS 半分効果によってループさせることができるっていうのが強みですね。でしかも高いスピードとこの加速友情によって味方に触れやすくなってるっていうのが強みですね。で天炎8の初回鉄製になって、まあ今ではそのシャルル・マーニツカ・ハラボクデンが強いんですけども、その今後実装される強キャラクターと組める可能性があるっていう、そのキャラクターを走らせつつこの SS を短縮させるっていう使い方があるかもしれないんで、まあ、火力を捨てた分長生きをするんじゃないかなと思ってますね。15体目が2024年2月のガンダムシードフリーダムコラボで実装されたシン、友情コンボは加速のサポートに加えて超バランス型の倍率が乗るツインインブリュートスフィアを放つことができまして、もう最悪いるだけでも優秀なセットになっているんですけども、しかもこれでアビリティが転送壁を含む3種ギミック対応に、まあ、全属性に対してのキラーと耐性、無属性のダメージも軽減できる、でそして短縮できる SS は、まあ、近くの敵ではあるんですけども追撃が弱点倍率を拾うものになっているんで直殴りで火力を出しやすいということから、まあ、高水準でありまして、最初から空中天炎銃鉄製ということは評価は高めだったんですけど、そこから控えの冒険戦コルロと、もう想像以上に活躍の幅を現在広げておりまして、ノリに乗ってますね。でこれはおそらく2022年の木崎レイジ、2023年のキラヤマトと一緒の波動があるというか、やっぱこの枠はもういるんですかね、年に1体で。そして最後16体目が2024年7月推しの子コラボで実装されたルビー、転送壁を含む豊富な4種ギミック対応に今攻守をしっかり強化しておりまして、で SS は壁すりに受けて適論で、まあ、しかもチェーン遅延効果も存在している、で友情コンボも殲滅力の高いリフレクションリングに高ス
スピアップということで、もうハイスペックと言えるものが揃ってますね。現状の主な仕事はロバーなんですけども、まあ遅延効果優秀でスタメンパーティー入る人もいますし、で、あと同ギミック対応のキルユーはアイドルとマサムネは SS 短縮能力も優秀でありまして、まあこのルビーの SS を短縮させることもできるんで、まあ相性がいいと言えますし、今後おそらくこの辺のコンビで活躍の幅を広げていくんじゃないかなと思っております。ということで以上がコラボ星6キャラクター×加速友情まとめだったんですけども、多かったですね。10体いかないぐらいかなと思っていたんですけども、まあ16体でしたね。こういう動画ってもう大体10戦とかなんで、十何体目とかいうのすごい違和感ありましたね。で、そしてまとめてみて結論、このコラボキャラクターで加速友情を持ってるキャラクターは強いのかってことなんですけども、このタイプとしてはそのエリザベスとかアーニャのようなその完全サポートタイプ、その辺のキャラクターの活躍ってのは正直まちまちですね。ただその加速のサポートだけでなく、まあ自分で火力を出せるタイプってのはかなり優秀でありまして、しかも最近相当強いっすね。シン、キラヤマト、ラムアルファ、レイジさんとかはもうコラボ終わった後もどんどん評価を高めてますし、で、しかもルビーもこっちのタイプなんですよね。加速させつつ、まあ自分の火力もしっかり出せるよということで、これで割合 SS とかだったらさらに評価高かったかもしれないですけども、まあでもそれでもね、時間殴り火力にチェーン遅延効果の安心感もあるんで、これそのまとめてみて、まあ引くべき理由になったんじゃないかなと思いましたね。まあここ最近のキャラクターを見るに、まあコラボキャラクターで加速友情を持っていて、なおかつ、まあ自分で火力を出せるタイプだったら、割と当たりキャラクターにある傾向があるんで、個人的にルビーの評価は高いということでございました。よかったらコメントの神谷さんのまあ意見とか感想とかありましたら、どんどん書いていただけると嬉しいです。あと、ついでにチャンネル登録していただけると、こんな感じの動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、もしもしの大変ですね、よろしくお願いします。これからもぜひでは、ご視聴ありがとうございました。